ばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。お願いします。今日は普通に来れた。そうですね。普通に来れて大丈夫だった。何ですか。いや、俺、麻雀賭博で芋づる式に引っ張られてんじゃないのかなって。さすがに。まだ任意。黒川さんとはまだできてないですね、麻雀賭博。賭博をやってないですけど。賭博をまずやってないんですけど。いや、ほんと困っちゃうよ。なんなの、また印象悪くなっちゃうし、麻雀。そうなるんだね。そうなんすよ。そっかそっか。ねえ、あれも参っちゃう。本当に。だから、まあそうなったら俺もさ、単独記者会見みたいになるわけじゃん。ほんとバカっすよ。そうだろうな、もしそんなんだったら。静岡のラジオだって俺行くこと一緒に。お前結婚しや。AD さんの態度も良くなかった。で、俺が収録にさせるからさ。一緒に入って。メールも来てます。ラジオネーム、ニセ丸藤。皆様こんばんは。先日中田さんの冠番組、トップ目取れるかなで、この番組がなければ、乃木坂を卒業するつもりだった、と発言し、話題になりました。麻雀で新たな仕事を得る人もいれば、仕事を失う人もいる。麻雀とは奥の深いものだと感じました。だから俺はやってないからわかんないけどさ、その、おいそれとできないわけじゃん。奥が深くて。まあ、ルールも。1日2日でできるわけじゃないじゃん。確かに。だから別に、掛け金出してさ、ハラハラしなくても楽しいわけでしょ。いや、もうほんとそうなんすよ。そうなんでしょ？だって、ゴルフだってそうじゃん。なんかゴルフで掛けてどうのこうのなんてさ、問題たまに聞くけどさ、楽しいわけでしょ？なんと、ヒリヒリ感でしょうね、やっぱね。ヒリヒリ感。ねえ、そんなヒリヒリしたいかね。あんじゃないかな、やっぱり。ヒリヒリしてない人が書けんのかな。毎日、現場でヒリヒリしてるから、レクリエーションぐらいヒリヒリしたくないからね、こっちはね。本当だわ。長田そうなんだって。やめるつもりだったって言ってる。救われてるな、麻雀に。こんなやつもいるんだな。本当に。そうだね。そうなんだね。いろいろある。いろいろあるんですね。だから麻雀も。我々もちょっとね、政治もいけますよってところをちょっと見せつけちゃう形になりましたけど。言っちゃったな。じじ切りましたけどね。ラジオネームカーブ投げたい。平子さんは記者会見で泣いてほしい。そうだね。怒りながら泣く。手法だろうね。今まで誰かいたかな、そういうタイプの人は。いや、いたと思うよ。あ、純烈。純烈の記者会見そんな感じだったか。いや、俺その方がいいね。目真っ赤にして怒る。どうしようないクズですよって。もう、本来なら解散して。僕一人でもうやらしてもらうっていう、そういう手法取りたいところはあるんですけども、あんなバカ、もう単独で世間様にね、飛び出させちゃ何するか分かんないんで、お目付け役で僕も、仕方なくコンビという形は、と思うんですけど。泣いた。泣き始めた。いや、本当に分かんないからな、本当に。これは。まず、そういうさ、会見する人だってまさか自分が翌日しなきゃいけないとは思ってしてるわけじゃないから、ね、いや本当だよね。急にどうなるか分かんない時もあるからね、多分ね。いつかどのレベルなんだろうね、私たちガチャガチャガチャーみたいな感じになんないでしょ多分。いやだからこんなもんみたいになっちゃう。俺が考えれば考えるほど恥ずかしいね。小さなニュースにしか。まあね、もう全部考えて、朝まで考えて、スーツ着て、どれって思ったら、平子さん、産業なんか出してほしいって来てる。どんなのつって。あり得るからな、そっか。そうですよ。意外と思ってるより、小さな。そっか、そっか、ちょっとナルシストだったな。そうか、その、透かし方もあんのか。えつってラジオで謝って初めて知る人もいるぐらい。そうそう。やったな、坂井さん。ありえるから。そうだね。我々ぐらいだったらまだそのレベルかもしれないな。確かにそうわからないから。
さあ、本日も新型コロナウイルス対策をしながらお送りしておりますけれども、はい、うん、安倍真央さんまたなんかおしゃべりしてます。 ありがたいことね、うん、今日はなんだ俺ちらっと聞こえたのはね、なんかフェチズム、フェチについてお話しされてたよ、うん、言ってました、ね、フェチの部分ね、うん、フェチってある？フェチね、何フェチ、ここが好き、あれが好き。でもケツになってきましたね。だからね、本当年齢、それはでも俺まだ 36？ はい、ケツめちゃめちゃいいっすね。俺はまだそれ信じてないんだよね。だからあれよ、よく言うカルビが好きなくせに、うん、あのモツ好きだわみたいな尖り方全然カルビの方がうまいと思ってんのに全然内臓系っすね最近っていうやつが、おっぱいじゃなくてお尻っすねと俺一緒だと思うのよ。そうかな、ケツめっちゃいいけどな。ケツいいよ、全然いい、もちろんもちろん、もつもうまいのと一緒で、うん、俺も内臓系好きだし、うん、食べるけど、じゃあカルビ、うん、おっぱいの方でね、うん、カルビとミノ並べられて、はい、じゃあ食べ放題です、どっちか選んでくださいって言った時ミノ行く？まあ、焼肉だったらカルビいけますね。そうでしょ、じゃあおっぱいとお尻どちらか、じゃあ触っていいですよって言われた時にケツにする、うん、まあ確かにそう言われたらな、うん、じゃあ最初の一言目でケツ出すのは俺違うと思うよ。じゃあおっぱいフェチってことですか、みんな。そもそもはでもだから触っていいか見ていいかだけのさ違いがあるじゃん、うん、触れる相手なのか見るだけの相手なのかね。うん、おっぱいなんかそうそう見れるもんじゃないから、うん、フェチですよね。だから、ね、フェチもっと深いところもあるじゃん。おっぱいフェチ、ケツフェチはまあまあ一ページ目じゃん、フェチのどっちが好きですかみたいなさ。例えばどうするの？例えば俺って、うん、あの巨乳でも貧乳でもどっちでもいいの、大きさ全然いいんだけど、うんうん、おっぱいは、うん、もう柔らかさを求めちゃうから、あ、まあまあ そうですね、その結果、ね、女子が気にするぐらいちょっと私胸だらしないんだっていうぐらいで俺いいかもしれない、うん、張りとか全然気にしないんだよね、うん、だって柔らかいもん触りたくておっぱいだから、硬、うん、いもん触りたくて、でも張りがあるって結果多少の硬さも伴うから、うん、俺はだから形が少し崩れてるぐらいが、俺にとって形崩れてるって崩れてないから。ああ、なるほど、うん、うん、あと よだれが多い人とか、うん、よだれが多い人はいいっすよね、うん、確かに、まあ、これもフェチっていうのかな、うん、すごい変わった人もいいんだろうな。でも本当にだからたまにいるじゃん、もうあのピンヒールが好きとか、ああ、うん、うん、それもほら街中のピンヒールが好きとか、あとは自分が履く様が好きとか、うんうんうん、いるわけじゃん、いろいろ、うん、確かに、そうか、全然言わねえじゃん、フェチ深めの、俺よだれまで言ったのにいや、よだれってまあまあ浅くないですか、お尻ぐらいのもんじゃないですか。いや、よだれフェチじゃなくてよだれが多い人、うん、あの、なんだろう、あの単純にあの口臭緩いみたいなこともあるしね、うん、あの匂いに気ぃつかない人、うん、まあ、男も女もある一定数いるからさ、うん、よだれ多いとそこさクリアできるじゃん、うん、まあ、あとはいろんなね用途あるけど、なんだろうな、肩幅とか好きですけど、肩幅広い人、広い人、広い人、俺井上晴美さんめっちゃ好きだったんですよ昔、あ、水泳出てる時、あ、じゃあ水泳選手なんかいいね、あ、いいですね、俺もそれわかるけどね、肩幅が広い人すごい、あ、まあわかるわ、うん、キャシャな子が多いからじゃない、ああそうかもしれない、ないものねだりでね、うん、うん、井上晴美さんね、一回坊主にしたもんな、した晴美さんね、したね、写真集でね、うん、ラジオにも串に刺さった単語、自分は足フェチです、スカートは膝上5センチくらい、生足、ハイヒールは10センチぐらいがいいです。足か、足もね好きな人ですか、足フェチか、これは分かんないな、ラジオネーム日頃のおっこない、僕は鎖骨フェチ、石田ゆり子さんの鎖骨はもうとっくの昔に国宝です、
これもだから鎖骨か2番手3番手でしょ言ってんのは。だから普通2番手3番手にお尻だったりなんか髪の毛だったりに来るところを僕は鎖骨が来ますでしょ。うん、結果だから順位付けで言うとおっぱいがあって、うん、お尻があってとかでしょ、うんうん、そうか、うん、もう一個深いところってことですか。深いところでもほら女の人でもさ結構体臭のある男の人が好きとかいるじゃん。あれからフェチに入ってこない？うん、まあ、あれも結局はさ、なんだろう、男らしさの部分って捉えたりさ、うんうんうん、ホルモンみたいな部分だからね、うん、強い感じの。そうね、確かに。ラジオネーム、リモコンてんこ盛り。僕はちょっと汚れた膝フェチ。ああ、ちょっと傷跡とかね。ああ、いいんだ。ああ、いや、わかんなくないけど。何なんかその人の歴史を感じるのかな。子供の頃の傷とか、なんか生活感じゃない。だからすごい綺麗なモデル体型の人が膝ちょっと傷あるなとかはちょっとわかるね。ちょっとわかる。生活感がなんか感じられる。うん、あ、でもあとだってぽっちゃりフェチだっているわけじゃん、まあ、男のちょっとなんだろう結構な巨漢が好きとかさ、うんうんうん、ガリガリじゃないと嫌だとか、うん、あれだってフェチだからね、うん、基本。ラジオネームあらかじめ語られるローマ人。僕は腹筋フェチです。外国の女性アスリートの腹筋だけ興奮します。うん、わかるな。ちょっとわかるけどな。イシンバエワとか好きなんだし。いやそうだね、大高跳び陸上関連は腹筋結構くっきりしてるもんね。うん、ラジオネームタタタのタ。僕は髪の間から出てる耳フェチです。あのチラチラ見える感じ最高です。わかるけどな、これは。あ、わかる？わかりますね。耳いいっすね。かき上げとかじゃないの？うん。普通に下ろしてても耳がチラッて見えるのとか。チラッと出てる人いるじゃん。うん。いい。タタタのタ。じゃあ、エルフとか最高？とかってやつ。あ、いいっすね。うん。ミスタースポックとかさ、尖ってっけどさ。うん。あ、耳フェチもでもいるね。うん。あと、相手の耳ずっと触りたい人フェチ。触りたいフェチの人、女の人で、友達、男友達でも彼氏でも耳ずっと触りたいって人いるじゃん。うんうん、いいいいっす、いますね、確かに。うん、まんまとアベマオのテーマに沿ってやられてる。あいつにまた揉まれたのか。色紙あいつよ、これが目的だろうな。下げてんだよな。俺からよだれフェチっていう言葉を引き出すための放送だったんだろう。どうせクソ笑ってますよ今。だから移動中で。あいつめ評判落としたぞって。めちゃめちゃなんか俺らに言ってたもんな、オープニング早朝やっちゃってくださいみたいなこと言って。そうだよって。みんなノリノリだったしな、ここのリスナーも。そうだね、うん、やっぱそうだよ。こんなおじさんの話ばっかさ長年聞いてくれてたわけじゃん、うん、リスナーは、うん、あ、女子だっていうだけでさ付き合ってくれてるだけなんだな。わーってなるじゃん、気持ち高ぶるじゃん。中田もいないし、こっちは。そうそうそう、今アベマに夢中なのが、自分が送ったメールをさ、文字をさ、うん、やっぱ女性が呼んでくれるって俺楽しいと思うけどね、うん、そういうフェチも俺あると思うわ。あ、自分の書いた文を女性が読むフェチ。なるほど、それはあるな。結構深いよ多分ね。うん、昼間の FM とかやっぱ聞いちゃうな。あ、それで。そっか、声フェチはどっちにもいるね、うんうん。道路交通情報センターのやっぱ女性の声やっぱいいもんな。めっちゃいい。俺だからああいう人とかのさ、裏側まで知らないけど、うん、あのアパレルの人とかで、うん、いらっしゃいませ、で出る時もありがとうございましたって頭下げるさ、うん、あの礼儀尽くしてくれるような店員さんが、うん、俺らがいねえと思って、うん、店員さん同士で結構砕けた話してる瞬間とかすげえいいじゃん、うんうん、いい。デパートの店員さんとか、うん、知らねえしっつって肩ポンって同僚の旗行って俺に気づいていらっしゃいませって言ってくるのさ、いいな、あれもいいね、うん、道路しっかりしてる分ね。そう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 、道路交通情報センターの人と結婚した、付き合った、合コンしたって聞いたことないね。うわ、確かに。昔はね、芸人なんかでなんか CA さんとかなんかね、うん、わーって思ってたけど、道路交通情報センターの女性と飲んだってないもんな。知り合いにもいないしな。いない。親戚にもいないな。
あれってさ、まあ、全国のラジオでさ、うん、道路交通情報センター何屋さんってあるじゃん、うん、地方に1個あるわけじゃないの、もう1個なの、日本に1個で全部そこに繋がってんの。どうなんだろう、各地にある、各地にあるの、各県、市、市、県とか、県とかに1個あるんだ、エリアにあるんだ。道路交通情報見たことないよ、センタービル、ビルジング、本社見たことない、本社どこにあるんだろう、センターを、東京、意外と東京じゃなかったりするのかな。あ、確かに。どういう経営スタイルなんだろうね。ね、あ、でもそうか、道路交通情報を売ってる、売ってる、どういうお金の回り方なんだろう。国なのかな、国がやってんのかな、公務員になる、公務員になんじゃない、うん、あ、スポンサーが、あ、そっか、そのそこのスポットにスポンサーがついてるから。え、にしたって食えてんの、そ、バイトしてんじゃん、あのお姉さんもねえ、それだけじゃって感じでしょ。数いる、いるよね、だってその1個の番組は人今度違ったなとかね、男の人だなとか。え、ちょっとこれこう掘り下げた人今までいないんじゃない。でもなんかスレッドとかありそうじゃない、あ、どこどこの何々さんの声いいとかさやっぱり想像させてくれるもんね、うん、裏垢とかあんだろうな。でもありそう、自分らの名前であんまね、うん、道路交通情報センターの何々ですってアカウント見たことないもんね、うん、見たことない、うん、やっぱりでも声も綺麗だし、男の人はさ結構やっぱスッとした声してるしさ、喋り方もそうだし、うんうん、たまにつまずく時ある、もうほんとごく稀に、うんうんうん、あるある、すごい霊界だなと思って嬉しくなっちゃうもんね、うんうん、あれ切った後さ、うん、上司にさ、はい、かんだとか言われてんのかねやめてくださいよ。それも想像できないですもんね、どんな状況でやってんのかとか。そう、ビルなのか、うん、平屋なの、平屋っていうか分かんないけどさビルの一角なのか、そのビル丸々が道路交通情報センターなのか、うん、やばいな。ちょっと情報持ってるやついたらちょっと聞きたいね。もっと働いてましたとかさ、喋、うん、る人だけじゃないじゃん、うん、その道路状況をさ、うん、情報として集める人もいれば、それを、うん、俺らが普段触れてるのはそれを喋る人だもんね、うん、あ、ラジオネームかなかな、日本道路交通情報センターの本社は千代田区にあります。いや、やっぱそっちか。それ以上言ってくんないじゃん。なんでバイトの募集とかも見たことないもんね。はい、道路交通情報センターで君も熱い仲間と一緒に働こうみたいなさ、うん、ないじゃん、うん、やっぱこれやばいと手出してるかもしれない、組織かそれではいきましょう、アルコ&ピースの沈黙の金曜日。Ladies and gentlemen, welcome to this program. It's showtime. 改めまして、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。お願いします。お願いします。中田さん、おやすみ。はい、ラジオネームカーブ投げたい。今週は中田かなとおそろっちではなく、中田かなとオフロッチ、革命が起きる日です。中田が文字通り体を張ってコーナーを盛り上げる、まさにエンタメの最高傑作が生まれます。中田が言い出したことを実現させることが、賃金リスナーさせることが賃金リスナー、誰にも邪魔はさせません。おい運営、余計な手出しは無用だ。下手な動きをしたら賃金と運営との休戦協定は破棄させてもらうからな。でも今日道路交通情報センターの話盛り上がったら、ちょっとそのコーナーカットになる可能性もありますからね最後そうですね、もしかしたら、お風呂でずっとふやけるまで待機して先週そんな話してたもんね、どこから繋ごうかな、うん、今日はしかも名探偵ピカチュウやってますから。あ、そうだ、うちの子らだからもう楽しみにしてて、全部の夜のご飯とかお風呂とか前倒しだよ。だから、あー、そっか、このために、うん、これに合わせてんだ。見たことないけどな、面白そう。見たことない、ちょっと俺も、うん、中田花がお風呂からこれもしかしたら放送したら視聴率その時間でガーンなりますよね、多分。あっちのマイクガーン下がる、なんでだってなりますよ多分情報、ね、うん、テーマちょっと道路交通情報センターの情報、うん
うん、とか、まあ、就職してましたっていう人もいいですし、ね、知り合います親戚いますとかさ、聞きたい、開けた組織なら別にね、うん、言ってもいいわけだから。あ、ラジオネームそんなバナナ、いわゆる道路日本道路交通情報センターは警視庁、警察庁、国交省などから委託されている会社みたいです。国の委託なんだよ。それって公務員さんなんだ、準公務員、準公務員とかなのかな。ラジオネームた、こんなに取り上げられたのが初めてすぎて道路交通情報センターが今大混乱してます。いやだって繋がねえからさこの番組。なんか電話とかできないのかな。急に道路あの中野区って今どうですか。問い合わせとかあんのかな。そういうのじゃないのよね。だから内部を見たく、写真とかさ見たことないから。ないね。始まる間もなくとかないもんね。ない。日曜サンデーで間もなく言いますとか。お見事ハッシュタグみたいなつけるの見たことない。あれ太田さんのお見事って何なの。何なの俺聞いてないけど本人にさ。怖くて聞けないから。もうさ太田さんも流しながらお見事って言ってる時あるじゃん。だからあれにも反応しないあの人たちもすごいから、やっぱり確かに。ちょっといろんな情報をお待ちしております、うん、アドレス apn@fmfuji.jp です。そして今週もあります期間限定のコーナー、いい女選手権、現チャンピオン伊藤純太さんを倒すべくいい女が今日も登場します。ショートいい女プログラムといいフリーいい女プログラム競っていただきます。今夜の挑戦者7分の22からほかぜちかるさんでございます。はい。そして今週のゲストはエイルさんです。はい、そしてもう一つのコーナー、中田かなとおそろっち、お休み中の中田が考えそうなことを送ってもらっています。今日は10年後の中田から手紙が届きました。なんて書いたでございます。沈黙の金曜日11時までの生放送です。曲いきましょう。ウルフルズでサンシャインじゃない。乃木坂46の中田花奈でお送りしている沈黙の金曜日。僕チューしないよ、チューしないよ、チューしないよ、僕チューしないよ。沈黙の金曜日。メールいきますか。ラジオネーム遅刻した人、アマゾンで見たところ、交通情報の女たちというタイトルの本が売ってました。概要は以下の通り、日本道路交通情報センターの何々さん、はい、お伝えします、中央環状線ではと日々耳にするあのお姉さんはどんな人、うん、12人のインタビュー&オンエアの現場に密着取材、ラジオの定番交通情報の裏側に迫るらしいです。あ、顔やば、早くしね、これ売り切れるよ、うん、リスナーで。そんな多分在庫ざっくり揃えてないでしょう。そうでしょうね、多分一気に。やば、今かも。とんでもないことになりますよね。え、カーチューの視聴率は最後下がるし。変な歪みが生まれます。ラジオネームもんやし、道路交通情報センターは警察庁、警視庁、各都道府県警察本部などの、交通管理機関や国土交通省、各高速道路会社、道府県土木部などの道路管理機関から委託され、うん、道路交通情報を提供しているみたいです。うん、まあ、もう、もう正解出すなよこいつ、うん、ウィキペディアで調べんなっつってんのよ俺。前もから言ってんだけどウィキペディア禁止にしてんだけどね。これ出したら終わりなのよこれのテーマ。でもまあそういう、まあ、公的機関うんの中でもなんかまたちょっとね、うん、普通じゃない存在っていうか、そうね、独特なオーラあるよね。なんかどね、明るみになってないし、うん、意外とこういう本もあったりするし、うん、気になる人いるみたいだし。そうだね、うん、ラジオネーム夢の中でもアルバイト、天下のインスタグラムでさえハッシュタグ道路交通情報センターの投稿は28個しかありませんでした、うん、壁は高いです。28個どういうやつなんだろうな。この壁をみんなでね、ハンマーとかでみんなでベルリンの壁のようにぶち壊しましょう。カップヌードルの CM 使われて。ラジオネーム山形一の尖り坊主、
交通情報センターの中で圧倒的に人気があるのはわらがいさんと小池さんです。人気とかあるの？これ山梨の方ですか？わらがいさん、そういうことじゃない？え、東京の方？東京の方人気あるんだ。なんか24時間テレビでさ、各地方局とつなぐみたいにさ、各道路情報センターとつないでさ、あるある聞きたいですね。聞きたい。でみんな笑うじゃん、全国のみんな笑うじゃん、うちもありますって。うん、あれやりたいな。たまにほら全国の地方のアナウンサーの方一斉に集まってさ、うん、撮るじゃん特番、うんうんうん、あれやってほしいな。やってほしい。特技とかも見たいし。見たい。20、30飛びができるんですか。面白そう。ラジオネームシャバシャバのカレー。読まれたら初です。日本道路交通情報センターのホームページには職員の採用情報が記載されていました。職員の、募集は一般のラジオ放送をはじめとする業務系と分析分野などの技術系の2種類あり、どちらも応募資格などの詳細がありました。なんか広い部屋にさ、うん、壁にそこの道路がわーって書かれ地図で書かれてて混んでるとこ赤く光ったりとか、そういうとこなのかね、わかんないけどさ、うん、そうね、どういうあれなんだろうな。高速のカメラとかも見ながらやるのかな。意外とアナログだったら見て覚えるタイプの。うわ図面引いて、毎朝図面引いてるおじさんいて、研修の時はやるんじゃないですか、やっぱりそういうの。昔ながら、昔ながらのやつ。いつから、今はさ、いろんなシステムが発達してるから、うん、一目瞭然なのわかるんだけど、うん、昔なんてそんなね、うん、どこがこんぐらいでどこ混んでてなんてパッとでわかんない。いや本当だよね、いつから歴史も知りたいもんだね。ラジオネーム田舎のシティボーイ。道路交通情報センターの食堂のグラスは琉球ガラスのように曇ってます。どういうこと？わかる、ちょっとわかるけど食堂安いんだろうな。ねえ、食堂で働いてるおばさんとかもいるわけですもんね。一筆書くのかな、ね、情報漏らしません。ラジオネーム日頃のおっこない。道路交通情報センターの人たちとの合コンではもう話が渋滞してるよ、とりあえずトラフィックインフォメーション乾杯が鉄板です。いいな、飲みたいな、道路交通情報センターの人と。うん、確かにコンサバ系の感じがする。ああ、うん、うん、デニムでは、あのクラッシュデニム履いてる人とかいなそう。でもいいのかな、逆に。意外とクラッシュデニムにジャケットとか、うん、でも公的な機関だとクラッシュデニムはダメか。ラジオネーム餃子泥棒。僕の地域の道路交通情報センターは透き通るような男性の声です。うん、男の僕ですらドキッとします。うん、で男性もいらっしゃるからね、わかる、透き通ってんだよね。うん、そうね、うん、みんな声がやっぱいいもんな。ラジオネーム別れ際ちょっと向きになる。道路交通情報センターで働いているのは声優になろうとして挫折した女性なんじゃないですか。いやでも声の澄み切り具合ったらないよね、うん、声が澄んでる、あそこにそこに入っていろんな分析なんかをする人が読んでるのか、それとも読む人は読む人でそれ専門なのか、そのために入ってきてるのか、うん、流れで読むようになったのか、まあ、それはその本に書いてあるのか、うん、子供の頃から目指すやつもいいんじゃないですか。いやそうだよね、七夕に書くやついいんじゃないですか。交通情報センターのお姉さんになりたい。エマとか見たらビビるな。いやそん中でもトップ目争いとかさ、トップ目争いではねえか、うん、3連続だみたいなさ、うん、私今日も読ませてもらえないんですか。ドラマはあるでしょうね。あるよね、人だしやっぱり、うんうん、ラジオネーム今日の晩飯カレーとカレー。秋田の道路交通情報センターは熊と鹿の遭遇情報が出たりします。あ、そっか。
かそうだ、ね、地域であるんだなやっぱこういうの。ああああああ、うん、そっか線路でもあるもんね。うん、近く地域で北海道でもこういうのあるだろうし、きっとハプニングとかさ、うん、多分あったよね。どうしたってまあちょっと噛んじゃうぐらいなら日常感じだろうけど、うん、なんか上司が目の前で変顔して笑わしてきてとかさ、うん、あるでしょう、ね、笑っちゃった人とかもいるだろうね。うん、本当に初日の人とかも我々は分かんないけれどもいたりするでしょ。で引退する人だっている。最後の交通情報センターだってあれベロベロ泣いてて、ああそっか、必ず初日はあるもんね。初日はあるしで最後の日も必ずあるもんね。最後の、いや最後の日ミッドラマになるな。だからあの飛行機で機長とかさ、うん、たまたまその日が引退ってなると、うん、あの放送でさ、うん、実は、うん、勤続40年間勤めさせていただきましたが本日が最後のフライトですみたいなのあるじゃん、うん、たまにいいやつで、うん、あれあんのかな。自分のちょっとプライベート話で最後に挟む人いんのかな。私事ではございますが勤続35年間、うん、こちらで勤め上げさせていただきまして本日が最後となります。いいな。子供も恥ずかしくて親の仕事を友達に言えなかったけど最後の日だけみんなで聞いて泣くみたいなこと。泣くな。実はこんな仕事してもいい。俺翔くんちのお父さんの声本当は毎日聞いてたよすげえじゃんラジオネーム福山挟まる。神戸方面に戸田さんというかなり可愛い声の女性がいます。ただそれ以上の情報はネットで調べても出てきません。やっぱり規制あるのかな。でも、もうそういうさある一定数のファンがいるとか、うん、なんか耳には入るよねご本人たちも。そうなると顔だってなんかね、うん、SNS なんかやりたくないし晒したくなるところだろうけど、うん、もちろん出してる人は出してるだろうしね、うん、でもそうやって謎の人は謎のまんまなんだろうね。そうなんだよね。やっぱりだから欲するのかな、うん、ラジオネーム貴重なスピン。道路交通情報センターのお姉さんですが一人で1日に10本ぐらい出るらしいです。そうなんだ。え、あ、びっくりした今ねこれイオナ選手権の岡瀬ちゃん、ああ岡瀬ちゃんの今ね映像がつながって俺道路交通情報センターのお姉さん誰から違いますよね。出ていい人出たのかと、ね、めっちゃ綺麗と思っちゃった今出てこないでよ今岡瀬ちゃん。びっくりしたでもぽいもんな。いやなんかねうんうん、なんかシャキッとしてるし ね、そうそうジャケットみたいなの着てるし、うん、びっくりした確かにイメージでもこんな感じのキリッとした感じのねスーツみたいに着て、はあ、すごいな。まだまだ分からない。トラフィックインフォメーション、トラフィックって道路交通情報ってこと。トラフィック道路交通がトラフィック、うん、ラジオネーム隅渡る。道路交通情報センターのツイッター公式アカウントフォロワー約8万人フォロー0人やっぱ硬派です。あるんだ。あるみたいですよ。え、またよし君方式でフォローせずにあ、なるほどね、うん、硬派だな。中の人ですみたいなこと書いてないのかな。ああちょっとジャスティン・ビーバーぐらいちょっとフォローしてほしいですけどねそうだね3人ぐらいでさ自分のとこと、うん、有吉さんとジャスティン・ビーバーとクリロナをなんかごまかしていただいて血が通ってるんだって嘘だよ曲いきますか。はい、はるかで時としてバイオレンス。愛という激しくてそっけない沈黙の金曜日
ブルーギルは中田の楽しみみたいだぜ。あブルーギルがそっちだったんだ。だから外来魚はやっぱり中心だね。あでも多いです握手会も。ブルーギルやめてよ。ギリギリの状態で剥がされる。剥がす方も嫌だろうな。ブルーギルちょっとぬめってしますね。握手ね。沈黙の金曜日いい女選手権。さあ沈黙の金曜日から最高の女優を発掘するこのコーナー、現在は乃木坂46伊藤純奈さん5週でしたっけ、6 5週か、うん、5週防衛中6ですよね、6週防衛中、くせ者揃いの審査員の得票を獲得できるのでしょうか。ジャッジは審査員長平子さん、おじさんを代表してスタッフ愛想さん、私酒井の3人が1票ずつ持っております、うん、ガチで皆さんやっていただいておりますけれども、はい、今週もいい女ショート演技といい女フリー演技の2つの総合判定で競っていただきます、うん、絶対王者に今なってますからね、本当に未だ1票も入らずですからね、チャレンジャーには今週は頑張っていただきたいと思います。さあそれでは今週の挑戦者7分の22からほかぜちはるちゃん、もしもし。はいもしもし、こんにちは、はい、どうも7分の22からほかぜちはるです、よろしくお願いします。お願いします。はいどうですか、はい、いい女選手権ですけれども、ちょうど出させていただくってなってから先週の放送を聞かせていただきまして、うん、なかなかにそのちょっと勝てるかどうか、まあ、不安だなと思っておるところです。まあまあね、はい、絶対的な王者へのチャレンジですからね。純奈さんの印象はどうですか。あそうですね、でもやっぱ感情がこもっていたりだとか、うん、フリー演技はすごいナチュラルなのにすごい良さがにじみ出ていたりとか、うん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 、ちょっとこう作ったらダメなのかなっていういろいろ考えながら、なるほど、はい、メールもたくさん来てますよ。はいラジオネーム別れ際ちょっと向きになる、おいほかぜ、はい、いい女選手権死ぬ気でやれよ、タイムさんに恥かかせんじゃねえぞってあそうですね、うん、はい、そっかタイムマシン一派だからね、はいそうだよね、そうです、火曜日にやらせていただいてます、俺たちの、はい、ね、ラジオネーム夢の中でもアルバイト、ほかぜさん今日の選手権は道路交通情報っぽい声で挑むと高得点が期待できるかもしれません。あ道路交通情報っぽい声、なるほど聞き取りやすいみたいな感じです。声がでもいい声してるもん ね、 いやいやいや全然そんなことはないですけど、住んでる感じは、はい、今事務所それ、あ今 家にいます。え自宅なんだ、あそうです、なんか最近模様替えにハマって、ちょっと壁を、いい家だね、シール貼りました、うん、あ、それシールなんだ、はい、そうなんです、レンガ帳っていうの、あ、そうです、こういうの剥がさなくて、剥がさなくて、剥がさなくて何やってんのよ、ごめんなさい、ノリ弱くなっちゃうからせっかくやったのに、ベリベリベリって変なもん入ってないだろうな、その大きなベリベリ剥がしてたら AK とか出てこない、 AK とか分かんないです、ね、さあじゃあ頑張ってくださいよほかぜちゃん、はい、あともお願いします、そっか7日は声優さんとかもやってんだもんね、あそうですね、そっか声優もやらせていただいてます、それは強いよ、はい、今日は強いんじゃないかこれ強敵が現れましたけれどもハードルだけ上がってる感じが、はい、頑張っていただきたいと思います、うん、はい、さあまずはですねいい女ショート演技シチュエーション、あなたは高校野球部のマネージャー、9回裏2ストライク、これを打たないと負けてしまいます、3年生は引退、その時マネージャーが叫ぶ打てです、まずはチャンピオン伊藤純奈さんのを聞いてみましょう、はい、打てー、うーん色あせないな、すごいでしょう、どう聞いてみ、なんかこう、うんシンプルなんですけどすごい心に響く重みが続くとやっぱありますね、うん、でもおかぜちゃん的には対策は練ってきて、あでもその時の感覚を信じて今日は頑張ろうってなって、その方がいいかもしれない、はい、そうね、そう思いました、さあそれではほかぜさんの挑戦です、いきましょう、はい、9回裏2ストライク、これを打たないと負け、その時マネージャーが言う打てです、打てあーおー近い近い、ね、近いよ近いけどまたちょっと違うね、うん一番でも近い近いね、だから同種の戦いだよね、流派は一緒よ、うん、あ本当ですか、うん、属性はね同じとこ立ててますか今おー
ただ引っ張られたかっていう意見もある、正直。ああ。うん。まあ、聞いた上で、うんうんうん、でもその自分が感じるものが、ちょっと近いものもあった中で、こう自分らしさみたいなのも出せたかなっていう。でも、聞いて、真似ようと思って出る声ではないからね、うん、ね。確かに。うん。うん。なるほど。いいです。すごくいいと思います。うん。そうですか？うん。イメージはどんなイメージだったんですか？うん、やっぱり結構私はもう耐えきれない、祈るばかりじゃなくて、うん、やっぱ自分からこう声をかけたいなっていう気持ちで、うん、こうやっぱ今まで過ごしてきた3年間の思いとかも全部乗せての応援って感じでした。うん、すごい。純奈とやっぱ共通するのはスタジオの向こうに大きな入道雲が見えますもん。いや、そうだね。それは一致しました。それなんだよ、ね、素晴らしかったと思います。なんかもう横にチアとか後ろに大太鼓が、うんうん、見えるもんね、あの夏の匂いがする、うん。ラジオネーム、でんでん押し押しからまり。おいおい待てよ、ほかぜちゃんめちゃくちゃいいじゃん、これマジで純奈やられるかもしんないぞ。だってやりました。ラジオネーム一覧食ってまた一覧、やっと対抗馬が来たか、はい。ようやくちゃんと戦える相手が今がっぷり四つです。そうだね、今のところ、うん、結構フリー演技とかアドリブがちょっと苦手なところがあるので次が心配です。さあ、そう言っておりますけれども、続いて、はい、いい女フリー演技シチュエーションでございます、はい。夜寝ている時に恋人から電話に出る、その時どう反応するです。こちらは審査委員長の平子さんとの掛け合いでございます。はい、お願いします。まずはチャンピオン純奈さんの聞いていただきましょう。はい、はい、もしもし、もしもし、ごめん寝てた。あ、寝てたよ。え、ごめんごめん。いいよ。え、今大丈夫？大丈夫だよ、起きるよ。え、ちょっと業務的なことだから長くなっちゃうけど。あ、じゃあちゃんとします。はい、うん、素晴らしい。すごい。あ、なるほど。はい、聞いてみてどうですか。いや、そのリアル感みたいなのがすごい、なんか彼女感みたいなのもあって、うん、ちょっと続きを聞きたくなっちゃいますね。そうですね、あ、本当にそうだと思います、はい、うん。こちらやっぱ自分らしさみたいなやっぱ大事に、うん、そうですね、素に近いものをなんか出せるようにですね、うんうん、想像して頑張ります。なるほど、はい。ちょっと待って、あれ左手今見せて、スイッチ持ってんだ。スイッチ持ってんだ。お前何やってんだよ。ちょ待って、お前マジで何やってんの。あの電話の仮定した方がいいかなと思って、今のスイッチの状況の左部分を。どうもりやってるわけじゃないね。どうもり今はやってないっす。なるほど。ああ、電話の受話器に見立てて。違う、今そう見立てるために。なるほど。はい、これはどう出るのか。準備万端でございます。それでは行きましょう。夜寝ている時に恋人からの電話に出る、その時どう反応する。ポチ。はい、もしもし、もしもし、あっち、うん、寝た。だいぶ、うん、寝てた。ごめんごめんごめん、明日早いの、うん。明日？あ、でもこの後ゲームしようと思って仮眠してただけだから大丈夫。あ、寝落ちしちゃっただけ？うんうん。どうしたの？いや早くないんだったら、うん、ちょっとだけ顔出せたら行きたかったなと思って。ああ、え、じゃあ一緒にゲームやる？うんうん、いいよ。え、あと何分ぐらいですか？なんかね、2、30分だけど。あ、2、30分。なんか食う？片付けた。いいよいいよ。なんか食う？どうしよう。買ってく。なんか。え、じゃあ、これで決まる。決まる。ハゲン。ハゲンダッツ食べる。ハゲン？ハゲン何？うん、俺イチゴだよ。あ、私もイチゴ好き。うん。じゃあ、2つ買ってくね。うん。ありがとう。はい。じゃあね。あとでね。なるほど！これ難しい。さあ、まずはほかぜさんやりきりましたけども、今の心境いかがですか？はい、あ、でもなんかすごい楽しく
実際電話してる感じで今からゲームするの楽しみだなって感じです。ラジオネーム夢の中でもアルバイト、ほかぜちはる、さすが声優だぜ。ラジオネーム屋根裏の月面基地、ほかぜさんが同じ流派のストロングスタイルなのが好印象でした。ほかぜさん最高だ、やはん。ラジオネームよりフリーダムセロニアスとき、ほかぜちはるさんの演技力素晴らしいですね。声で人を魅了する声優の実力にドキモと金玉を抜かれました。ありがとうございます。これは非常に難しいです。うわー、本当ですか。なるほどね。ラジオネームダメリカンドックス、はい、これがこの戦いが見たかったんだ。大好評ですよ。ラジオネーム裸足でローファー、骨のあるやつがようやく来たようだな、はい、こいつらの勝ち目かな。ほかぜさんの包容力たまりませんね。ようやく来たよ。この感じで歴代王者じゃん。おめえら違うんだよ。こんな感じでしたっけ。ちょっと待って、これむずい。はいはい、恥ずかしくなってきました。なんか流れとか見ずに我々ちゃんと本当にガチで審査してますから。うん、お願いします。難しいな。ドキドキ。はい。はい、さあ判定が出たようです。はい、発表に参りましょう。あー怖い。はい、これ本当に分かりません。はい、ジャッジ愛想太郎、ほかぜちはる、一票入ったぞ。入った、初めて、ついに入った。初めて、さあ、あとはどうなるんでしょうか。ジャッジ酒井、伊藤純奈、及ばず。全ては審査委員長平子さんの票にかかってきました。はい、それでは参りましょう。ジャッジ平子、はい、伊藤純奈ということで伊藤純奈防衛。及ばなかった。追い詰めましたね。でもいやー悔しいですね、これすごく。いやー素晴らしい、お見事。ちょっと今回ばっかりはだね。うん、いい戦いだと。もう本当に惜しかった。うん、本当ですか。嬉しい。僕だから本当にガプリオツでもう選べなくて、うん、だから本当に1個だけ、本当1ミリ程度のポイントであの、うん、伊藤さんにしたんですけど、そのポイントっていうのが、はいはい、僕電話でフリー演技の中で会いに行っていい、うん、って僕が問いかけた時に、うん、間が一瞬ちょっとだけあったんですよ。あーなるほど。厳しいな。そこでちょっとその男女間の関連性を表現しうるにまだちょっとそこまでの距離感じゃないのかなっていう間が本当一瞬できちゃったんですね。そういうことですね。なるほど。そこだけだった。逆に言うとそこだけだったんですよね。ありがとうございます。いや、すべて、すべてほぼパーフェクトでしたけれども、いろんな意見ございます。ラジオネームジャケパンダ。ほかぜさんがハーゲンダッツじゃなくてガリガリ君選んでたら純奈負けてたわ。あっぶねー。そこねのチョイスも大事でした。みんな確かに確かに。ラジオネームコアラ並みに寝たい、ほかぜ惜しかった、はい、最後ハーゲンダッツじゃなくてパピコだったらっていう意見もあります。そうですよね、100円で買えるような、ね、選択肢はなかった。どう、おかぜさん。そうですね、でもやっぱちょっと大切な人って感じたらやっぱちょっと甘えたい気持ちが出ちゃってハーゲンダッツにしちゃったんで。なるほど。俺もそれは感じたの。あの関係性が薄かったらハーゲンダッツとお願いできないから、そこの関係性の深さは表現できてたからこそ、その一瞬の間が欲しかったなって。逆にね。あ、でも嬉しいです。そこが伝わっていて。そこすごい伝わった。ありがとうございます。ラジオの話でローファー、ついに伊藤純奈完全勝利伝説が終わった。
おかせちゃん負けは仕方が負けはしたが、これは誇っていい。胸を張ってください。ありがとうございます。胸張っていいと思う、はい、これは。いやと悔しいですけど、でもそうですね、1票いただけたことはあの誇りに思ってあのタイムさんに報告したいと思います。はい、でも逆にチョコモナカでも来てたかもな。あそこのチョコモナカジャンボ好きです、こだわってほしかったっすね。そこでしたね。バイスとまあですね、あとチョコモナカの言い方次第では全然いっちゃってたね。チョコモナカカをちょっと鼻にかかった感じで言えます。チョコモナカ、あ、言うかってました。チョコモナカ、そこの違いですよね。もうちょっと信頼感みたいなのがもうちょっと足らなかったってことですね。そうなんだよね、ここ信頼感だから、このね、このリモートで喋ってる中でも、はい、そういうのが大事になってくるんだよ、その、はいはい、それがね、ハーゲンダッツで逃げちゃったかなって、守りに入っちゃったかなって、平子さんもドンと来いとやってるわけだから、はいはいはい、飛び込める勇気が少し足りなかったかもしれない。逆に言うとそこだけなんで、まあいいですね。全て一緒するもの、すごいなんか声優に、お前早く終わらせようとしてんだろ、なんか早口でいっぱい喋ってない、まとめをずっとして。そんなことないでも本当嬉しくて今、どちらかというとこっちが言っていいって言った時に、はい、もうちょっとかぶせ気味でうんって来て欲しかったのかな、間が、そこの間がね。そうですね、なるほど、雑であればあるほど良かったですからね。いや素晴らしい戦いでした。いやすごい、お見事、ありがとうございました。なんか告知みたいのあるんですか、はい、和田さん。あ、そうですね、あ、じゃあさせていただきますとですね、私たち7分の22のリズムゲームアプリ7分の22音楽の時間というものが、来週5月27日水曜日に、配信が開始します。あのぜひぜひ皆さんインストールしてリズムゲームたくさん遊んでいただけると嬉しいです。はい、そしてあのそちらの主題歌になっている風は吹いてるかという曲なんですけれども、そちらも同じ日にあのフルサイズが先行配信されますので、チェックよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。はい、また再チャレンジ待ってます。あ、もうぜひ行きたいです。はい、ま、次また違うお題とかになってもすごいチャレンジしたいなと思います。なるほど、はい、次はもう直接来ていただきたいですね。ぜひぜひ、またそうなってくると話変わってくるからね。確かにちょっとアドバンテージあるから、こういうのはリモートだとね。そういうことですね。いや、ちょっと頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ一発曲いきますか。曲紹介お願いします、小和さん。はい、先ほども、お知らせさせていただきました7分の22音楽の時間の主題歌になっています。7分の22で風は吹いてるか。風は吹いてるか、さあ生放送でお送りしている沈黙の金曜日、この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。本日電話での出演になります、今夜のゲストこの方です。もしもし、こんばんは、エイルです。よろしくお願いいたします。お願いします。エイルさん、はい、久しぶりです。お久しぶりですね。え、前回は2019年の10月だって。はい、あのアルバム出した時にお邪魔させていただきました。ねえ、エイルさんもいい声してますね、本当に。ありがとうございます。改めてプロフィール、東京出身、ソウル、はい、R&B、K-POP をルーツに持つ新世代シンガーソングライターでございます。はい、15歳からジャズバーで歌い始め、すごいですね、やっぱ15歳から。はい、ね、同時に日本語の人だもんな。同時に PC で作曲も始めます、ね、そうね、すごいね、本当に才能の塊エイル。すごいね、ローリングストーンジャパンで海外と日本今注目すべきアーティスト20組として紹介される。すごいね、本当にすげえな。11月6日にはファーストアルバムスポットライトのリリース、タワーレコードタワーレコメンに選出されたほか、収録曲のスポットライトが全国30曲以上の放送局でパワープレイ。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 パワープレイだからね。パワープレイだね、本当に。パワープレイってすごいね。ね。
こいいわ。 Spotify のプレイリストでは4000以上のプレイリストに入るなど今後の活動が期待されているということですけれども、ありがとうございます、ね、どうな今どんな感じ、エイルちゃん。今最近はずっとお家にいます。うん、あそう、はい、なんか家でやってることとかある？あの料理全然できなかったんですけど、うん、なんか玉ねぎのみじん切りとかできるようになりました。包丁入れて立てて横に、はい、はい、それ何作るのそれ？なんかパスタとか。あでもなんか知んないけど怖そうだね、ちょっとね。ちょっと怖そうですね。こういうなんか一個のことに大きく才能を持ってる人って料理になるとちょっと怖い、うん、そっちまで届いてないんじゃないかってなっちゃうよね、うん、そうですね。パスタとかいうのちょっと怪しいもん。あそう、料理とかも作ってんだ。じゃあはい、ね、今はお家？今お家です。あらいいじゃん。風呂入った？俺らはまだ今から入ります。おお。あ今入るどう？今日あの風呂スペシャルじゃないからね。この後の話なんで、ごめんちょっとまた違う人の話で。みんながみんな風呂入ってお届けしないよ。そんな豪華な話。東京ガスの提供。えじゃあでも曲作りとかもしてるんですか今？はい今してましたちょうど。ああ PC で？はい。すごいな。あのだからあれでしょ、すげえあのなんかいろんなメモリみたいなブワーって出る画面のやつでしょ？そうです、なんか鍵盤みたいの出たり、あ鍵盤とかなんかドラムみたいな絵が描いてある画面が、なんかつまみのやつ出てきたり。あそうですね、あれ好き、あれやりてえな。あれやれんのすげえなね。えエイルちゃん年聞いていいんだっけ、今いくつになったの？今21です。たまんねえなおい、勘弁してちょんまげじゃん。ちょんまげちょんまげちょんまげでしょ。ああ21歳か。 PC 駆使して。そっか、そう。配信とかやってないの？ライブですか？うん、なんかこの間あのフェスみたいなの出させてもらったりとか、自分でも来週27日に LINE ライブでオンラインイベントやろうかなと思ってます、うんうん。そっか今そういうのができるからね。そうだね、早くでもファンのみんなに会いたいっしょ、ファンの前で歌いたいっしょ。そうですね、ライブだからなんか一緒に歌えるみたいなのもあるのでやりたいですね、やっぱり。そうだね、みんな持ってっからな、エイルさんのファンも本当に。 LINE ライブではそのお料理とか、はい、ライブ配信したりとかそういうのもあるんですか？ちょっと玉ねぎのみじん切りで目が染みないようにするやつやりますかね。いいね、ひたすら。まずは横に入れます。あれ目じゃないからね、鼻から入るあれだからね、鼻押さえない。そうなんですか、鼻つまんでやったら。鼻つまめばティッシュの中に入れてやんなよそれ配信、うん、YouTube チャンネル目じゃないんですよ。ちょっとやってそうなんですよね。私じゃあ一回曲いきましょうか、うん、曲紹介お願いいたします。エイルでフェイクラブ。いやいい曲だねエイルちゃん。あれありがとうございます、ね、引き続きお願いしますね。お願いします。よろしくお願いします、メールも来てますよ。ラジオネームは半濁点定感定国定定徳半濁点定国エイルさんが M フローさんやシック K さんや向井太一さんと一緒に制作されていた「テルミーテルミー」という楽曲、めちゃくちゃ曲調が好きなので毎日聴いてますって。ありがとうございます。 M フローラブズの曲ですね。 M フローさんすげえ、どんな人なん？めちゃめちゃ優しいですよ。そう、はい、リサさんは特にめちゃめちゃ面白くてキュートな方で、うんうん、私大好きです。そうなんだ。はい、ああいうサングラスかけてるの前いつも。そうですね。
そうなんだ、M フローさん期待裏切りになる、ね、さあじゃあここからは5月20日にリリースされたニューシングル「フェイクラブ」についてお話を伺っていきましょう、うん、どんな作品になってますか、はい、こちら。この曲は、うん、あの失恋ソングなんですけど、見返しソングで、うん、なんか失恋振られた時のなんか悲しみや怒りをパワーに変えて強く生きていこうという曲になってます。フェイクラブ、これ作詞作曲はエイルさん。はい、そうです。どんな時に詩とか思いつくついたんですかこれ。なんか、うん、なんかその失恋ソングって言ったらマイナスのイメージがすごく多いんですけど、うん、なんか友達が、彼氏に振られちゃってすごく泣いていた時があったんですよ、うん、カフェで、うん、でその時はなんかもう周りの人がえって言うぐらい泣いてたんですよ、うんうん、でも次の次に会った時にめちゃめちゃいい女になってて、うん、なんかもう吹っ切れた私みたいな、逆に自分らしさ取り戻していい感じだわ今みたいな言ってるのを聞いて、うん、なんかあそれすごいいいなと思って、私自身もそうだし、うん、なんかその辛いことを乗り越えて、うん、なんか強くなる瞬間ってあるじゃないですか、うん、でそれが失恋ソングっていうものにもあってもいいんじゃないかなと思って作りました。なるほどね、なるほどね、女性は変わるからね本当に男性はグダグダになるだけだけども女性は変わるからね、そうより良くなる、強くなったりとかね、ちょっとなんか 目つきが変わるからね、うん、目つき変わってんのに髪型とメイクも変えるじゃん、うん、結果すげえ変わるじゃん違う人に、本当にそう男はダメだからね本当にズル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 バカみたいに、急になんかファッション変えなきゃっつってなんかね逆にダサくなっちゃったりとかね、そう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 、表面上だけだからね、わかる、エイルさんもわかるんだな。え、視線？曲線？これは曲線です。あ、これはってことは何？でも曲によっては作り方変わったりするんだ。なんか一緒に言葉と一緒に出てくる時とメロディーがあった時もあるんですけど、メロディーの方が多いですね私は。なるほど、へえ、曲が降りてくるんだね、すごいね、かっこいいな、うん、そこに言葉がくっついてくる。はい、ガッチャンコするだけ、あとは自分の頭の中に。そうですね、でも難しいです。あ、うん、なんか詰まったりすることもあるんですか。毎日に詰まってます。そうなんだ、はい、悩んで悩んで、その時にパーッとちょっとなんかさ気分転換ですることとかある。私夜の散歩ですかね、一人で。あ、いい、ね、あの道路の真ん中歩くの好きなんですよ。ああ、はいはいはい、わかるわかるはい、わかるよ、うん、そうね、いいよね、夜中なんか日日常感がね、そうなんです。すごい。レコーディングとかは振り返ってみていかがですか。この曲はなんか自分の曲の中だとかなりロックが初めてだったので、うん、テンポも速いし、うん、なんかその歌もこう割とニュアンスっていうよりも強く強く聞こえるように歌いました、うんうんうん、ミュージックビデオもこれありますか。はい、公開されてます。これはエイルさんとかで検索すれば。はい、エイルフェイクラブって出てくると思います。どんな感じになってんすかこれ。あ、出てきた。なんか、うん、お家でその彼に振られて出てきたんですよ彼が、うん、で最初にピンタして、うん、その後家で暴れまくるっていうミュージックビデオです。今俺携帯でちょっと見てんだけど、はい、サムネイルっていうの、動画のサムネイルが、はい、フェイクラブって書いてあって、うん、はい、プールの横でバズーカ砲発射してんね、はい、そうなんです。どんなバーンってそういうシーンもあるんだ。もちろんです。うーん、すげえな。え、それエイルちゃん出てこないの。いますよ。え、バズーカからエイルが出てくるってことですか。あ、違う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 、そんなテリー伊藤さんの考える企画じゃないんだからその MV の中に出てくるって言ってもちろん私とその彼氏が出てこないです。ほぼ私です。ああ、これ打ってんのか。じゃあエイルちゃん、はい、ああ、はい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 、うーん、でもなんか綺麗だね、色彩がなんか綺麗。ありがとうございます。こういうのもエイルちゃんとか言ったりしてんの、ここもうちょっとこうした方がいいとか。あ、なんか服とかは半分ぐらい私服を使ってて、うん、そういうのも注目してもらえたらと思います。すごい、ちょっと見てみようそれ。
あ、これ私服なんだ、ほとんど半分ぐらい。いや、これファンの方は嬉しいね。そうですね、なんか、ね、私服が見れるっていうのは、はい、すげえ、バズーカすげえ出てくるんじゃん。結構バズーカ出てくるんだは、なんか銃とか銃とか銃とか。じゃあ、洋島みたいなイメージでいたらいいのかな。それでYouTube で見れるということで、皆さんぜひぜひチェックしてみてください、はい、お願いします。さあ、ということで、そろそろ別れの時間です。改めて今後の予定など聞かせてください。はい、新曲フェイクラブ、リリースしました。来週27日にオンラインイベントやるので、うん、そちらもぜひチェックしてください、うん、よろしくお願いします。はい、エルちゃんが落ち着いたらまた遊びに来てくださいね、うん、あ、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではお別れにもう一曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい、聴いてください。エールでスポットライト。何シャキール？ロサンゼルス。ロサンゼルスシャキールオニール。まあ、もしかしたら言うかもしれないな、絶対。ロサンゼルスシャキールオニール。長っ。スコッティ・ピッペンはどこだ？ニューヨーク。ニューヨークスコッティ・ピッペン。沈黙の金曜日。はい、ゲスト、はい、エルさん、お電話つなぎました。はい、いいね、これは Mac のパソコンデスクトップとかで俺作曲とかする人生が本当は良かったんだよね。坂井もパソコン持ってないもんね。パソコン持ってないっすね。俺らだからもうこの仕事やめらんないよ、絶対に。いや、マジで俺思いますもん、うん、テクニックないんだから俺。無理何にもできない俺らは。ワード、エクセル、無理。意味わかんないもん。知らない。あれはメモと何が違うの？俺メモの機能、ネタ書いたりするのはメモの機能なの。何でもかんでもメモなんだけど、あれとワード、エクセルって何が違うの？エビンちゃん。エクセルは計算とかも。計算？ネタ。何計算？ネタの計算、笑いの量とか計算。どういうこと？グラフ作ったりできんのは何？エクセル。計算って何？だってそれプリントアウトしたら計算もできないじゃん。うん、何言ってんの？急に喋ると思ったら何言ってんすか、エビナス。バカなんじゃないの？みんなで喋るな。請求書書くときに初期で？ああ、もう計算できるようになってんだ、そういうの。その中その表を作るっていう、そこにが計算機みたいになるってことですか？はあ。それ計算機でやって書いたらダメなんですか？打ち込むだけで勝手に出るんだ。いや、そしたら打ち込むってことは計算機をいじるのと一緒じゃないですか、手間暇っていうか。うん、入ってこい、もうみんなで喋ろうぜ。金額、うん、ああ、なるほどね。あ、いろんな計算が。それじゃあグラフ化したいと思ったら、それが棒がビヨーンって勃起するんですか、すぐ。それ消費税が、税率が変わってもそれは対応してくれるんだ。あ、自分で買えるんだ。わけわかんないよ、もうそんなんで。それができるのが当たり前なんでしょ、うん、そうですね、一般の企業は、うん、無理だよ、もうすごいわ。ワードエクセルでって言われたら、あーって俺言うの。そうだよ、なんだこの野郎。ぶっ殺すぞ、これ。逆に大したもんだの。サラリーマン金太郎みたいな世界線で。すごい。あ、イオンの選手権のリアクション来てます、うん、ラジオネームター。アイソさんがホカゼちゃんに票を入れた瞬間、鳥肌立ちました。ホカゼお前すごいって。うん、わかるな。そうだね。ラジオネーム、好きなカレーは食べ物。さすがにそろそろ伊藤純奈弱くなってくるなって思ったんですけど、やっぱ強い、うん、やっぱ毎週聞き返すたびにすげえなって思っちゃうんだよ、うん、ラジオネーム、三平。え、ちょっと待って、アイソさんの下の名前太郎なの？アイソ太郎。事務所末席ですか？アイソ太郎じゃないのか。AU の CM 見てる。ラジオネーム、フェイクなブレッド。甲子園が中止になった今、このショート演技を聞くと、悲しくも切なくなりますね。うん、だから伊藤純奈はこういう仕事外でやった時に、相手との掛け合いのセリフ、うん、めちゃくちゃ下手だったら俺マジで惚れ死にするけどね。確かに、俺とじゃなきゃできなかったんだって思って。確かにな。いや、素晴らしい戦いでした。うん、低
テーマいきますか。テーマは道路交通情報センターの情報。あ、俺さっきさ本があるっつったじゃん、はいはいはい、調べて、うん、ポチっちゃった。あ、なんかうん、あと1個しかなかったって在庫が言ってましたけど。え、本当？メールが来てましたね。そうなんだ。じゃあそれ1個平子さんがゲットできたってことですね。でも減ってないよ。あ、本当ですか。あれポチれてないのかな。まあいいや、あとで見とこう。ラジオネーム三平、道路交通情報センターの喫煙所の壁にヤニまみれの世界地図が貼られている。かっこいいな。なんか面接とか何聞かれんだろう。うん、確かに。道路は好きですか。好きな道路とか好きな道とか、ここからどこどこに行くとしたらどんな道順で何を使いますかみたいな。タクシーの運転手さんとかあるって言いますよね。ああるね。交差点に行くにはどうしますかっていうね。抜け道とかをね、うん、なんか覚えたりしなきゃいけないし、うん、ラジオネーム豚バラパラダイス、晴れの日も雨の日も雪の日も毎日交通情報をお伝えしてきた私ですが、手分から始まる引退スピーチをすると思います。いや泣いちゃうなぁ。いいなぁ。人間模様絶対あるもん。なんか本当か、本当感情聞きたいな、うん、あの放送内で聞きたいね、うん、感情爆発させる回とか、うん、あんのかなと検索してみようかな。後でギリギリの状況だってあるでしょうね、本番前にも情報ないんだけどみたいな、うん、早くしてよ、うん、とかってもう乗ってます乗ってますって言われて声変えてね。そう、ラジオネーム住み渡る、道路交通情報センターのドラマがあったら主人公は誰がいいですか。うわ、私は木村文乃さんがいいです。うん、でもなんか誰か主人公っていう、まあ、まあ中心人物が 4,5 人いて、うん、上司とか大事になってくる。うん、そうですね、うん、結構雷親父系みたいな人もいますよね。ベテランのね、うん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 、ちょっと笑い取れる人の方がいいな。ギャンマー佐藤二郎さんになっちゃう結局。あ、そっか、結局だよ。そうなると、そうだな、うん、ある程度でもドタバタというか、ドタバタもしたいよ。したいですよね、したいし、やっぱギャップつけたいから印象とね。うん、そんな、上の上に一番上に竹中直人さん、たまにしか出てこない。いいな、情報センター室長みたいな、うんうん、いいんだかいないんだか分かんないけど、その立ち位置が、うんうん、女子は木村文乃さんもいいしな。文乃さんいいね、うん、めっちゃいい、いいね、うん、決まりだな、ほら決まっちゃったな、うん、そこ出されちゃった。ラジオネームタイヤでフラフープ、神奈川県にある横浜センターはメンバーが6名しかいないそうです。男女比は1対9。おお、へえ、6名って読む人がかな、それともそのセンター全体メンバーって言ってますね。そっか、うん、メンバーって言うんだ。うん、はあ、ますます謎ですよね。謎だね。 うちらメンバーはっていうのかね。いいですか、かっこいいな、かっこいいね。ラジオネームバイエルンタイガース、道路交通情報センターのラジオ放送は1週間で8000回するそうです。これは高性能スポーツカーのエンジンの回転数に匹敵します。分かりづらくなっちゃって。まあそっか、全国各地でって考えたらそうか、毎日必ずね入れ込む情報だし、あとはもちろん緊急情報なんかもね。うん、鉄道は鉄道でまた別、そういう鉄道の情報のセンターが、あれは各鉄道会社の中に入ってんのかな、あんま聞かなくない鉄道の、うん、朝のニュースなんか出るじゃん、うんうん、鉄道の流れとか、うん、鉄道情報、うんうん、あれはどっからが、あれはだから各 JR とか私鉄が出してんのかね、うん、そうですね。ラジオネームルンルンルン、僕は以前鹿児島に住んでいた時見学したことがあります。壁一面に管轄の道路の地図みたいのが載っていて、渋滞が起きているところは光っていました。ラジオやテレビ放送
もできるブースもありました。テレビのブースはグリーンバックではなく、後ろの壁が管轄の道路のイラストになっていました。主に朝地元のニュースに使うそうです。なるほど、うん、あ、じゃあ衣装も必要だよ、もちろんね。そうなるとね、うん、これあのラジオはさ、だからそれこそ爆笑さんだったら爆笑さんで入ってくるわけじゃん、うんうん、その前後の会話はあのセンターに流れてんのかな、それも直前でパッと切り替えてその音入ってくるのかな。あ、結構だから砕けた番組もあるじゃん。あるあるある、そうだよね。太田さんの話で笑って、うん、あれこれちょっと今日私やばいかもって呼びかけられて、すってこのモードに入るのかね、うんうん、めっちゃカウボーイとか聞いて育った女の子もいるだろうし、ね、いやいるよ、本当に実は感極まってる人もいるだろうし。いやそうだよね、すげえな、お見事もらったっつってあれみんなに言ってんだよそれでもいいんですかわいいかわいいそれでもいいんですとかかわいいな、かわいいな。ラジオネーム裸足で老婆は、道路交通情報センターのお姉さんの結婚する時の挨拶は、道路は渋滞しますが私の人生という道路に渋滞はありませんとかベタなこと言ってそう。いや上司が言うだろうね、言うだろうな、言うなラジオネームマッサマン元年、理想の上司は江角真紀子さんです。そっか、あそっか、うん、キリッとね、うん、でも自分も昔大失敗があってでしょ、うんうん、それをあの屋上のとこで言うんでしょ、うん、私もねっつって横にすって、うん、空見上げてるね人であんな怖かった人が、ラジオネーム覚醒しゃぶしゃぶ、談合坂付近の対応は情報が届くまでのつなぎ技術がトップクラスです。談合坂よく聞くもんな。なんなん談合坂って。中央道？中央道。めっちゃ聞くもんな。混んでるしな、談合坂。絶対混むじゃん。迂回路作んなよ。談合坂。ラジオネーム翔太、そのドラマの脇役で小日向文世さんいてほしい。ああ、うん、どっちで嫌な役、嫌な役って誰だよどういう立ち位置でライバル会社、ライバル会社ってなんだよってなるんだよ買収ってなんだよってなるニコニコしながらねすげえ、でもみんないろいろ知ってるな。うん、うん、ラジオネームお寿司屋さんでも生レバーきついけどたまに優しい先輩役で七尾さんお願いします。ああ、うん、エスミさんとどっちかになるな。そうですね、オーディション次第って感じですかね。だからね、だから結構な名前のある人もあのオーディションなんですよっていうやつハリウッドみたいな感じのラジオネーム本民の代読、道路交通情報センターの本社ビルの清掃してました。ええー、至って普通のビルなのですが16階と17階の階段だけ折り返しが一つ多くて変だなと思っていました。もしかしたら16階と17階の間にはあれ宅配便注文なんかしたかな。やばい、やられる。いつ終わったわ。そんな高えん建物。触れちゃいけないところかもしれないな。ラジオネーム山形一の尖り坊主、九段センターの斉田さんは有名人らしいです。ああ、千代田区の九段センターがあるのかな。九段センターのって呼びかける、あれ、うん、なんか何か九段センター、うん、でも有名名物的な人いるだろうね、うん、ラジオネームおはぎのはがし、道路交通情報センターではないですが生放送中のニュース番組で原稿がないのと怒っている映像があります秋元さんね、藤本フジテレビの
情報ちょうだいないの曲いきましょう、ナルバリッチでスイート&サワー。過去の平子はもう死んだ。お新たな川を脱ぎ去った平子が、あ、なるほど、そう、もう川は余ってない。戦ってたんですよ、あれ。戦ってたの、自分だよ。川を脱ぎ捨ててきました。ああ、なるほど。今日からはズル平子。沈黙の金曜日。ラジオネームマロンショート。道路交通情報センター、掘れば掘るほど興味が深まるな。最後までずっとこの話し続けようぜ。誰でラジオネームカンパチ太郎。中田さん、道路交通情報センターの話で盛り上がってるからちょっと待ってて。ラジオネームポッチャリセット。再来週ぐらいゲストに道路交通情報センターの人呼べないですか。これゲストで来たら、いや来てほしい。それこそいい女選手権出たら勝つでしょうね。うーん、やば、それやばいっすよ。なんか全国の中から選抜で組んでさ、アイドルみたいな感じでデビューしてほしいね、うん、いいな。ホワンホワンとかいう音で風呂からこいつ情報やってんなみたいになったら超面白いけどな。パシャって聞くね。中田さん、道路交通センターです。ちょっと待って、何キロ、渋滞でしょうか。ちょっと待って、でしょうかって、でしょうかってなんだよ。あれ中田さん、この声は中田お風呂です。いろいろあるな今日は。ちょっと待ってよ、スペシャルだ、勘弁して。マジ、はい、チャプチャプしてるじゃんお前。え、チャプチャプ、あのごめんなさい、ラジオをちょっとボリューム下げられますか。え、ラジオのボリュームちょっと下げてもらっていいですか。こっちの声が反響しちゃうんで。今聞きながらやってますよね。聞きながら、あ、聞いてないですよ。え、聞いてない。なんかこっちで反響しちゃうんだ、ちょっと。そっかそっか。おい、やるな、おい。いや、こっちとしては楽なんですよ。いつもこの時間にお風呂入ってるから。ちょっとでもメール中田さん来てるわ。ラジオでも勇敢、はいはい、今日の中田さんは風呂に入ってリモートでお送りすると見せかけてお湯の張っていない湯船の中から体育座りでお届けするスタイルに100万ペリカ。あ、残念、その100万ペリカ私いただきます。ちょっと待って、ちょっと待って、お前いいのこれ、やばくないこれ。何にもマネージャーさんにも言われなかったから、いいんじゃないですか。まあ別に声だしね。そっか、うん、そっか、実際分かんないもん、ね、あれですよ、おぎやはぎさんとか、うん、ボイスレットの音聞かせてましたね。それとは違うよお前、話が全然違う。それに比べたら全然 OK ですよ、ね。だから、ね、部屋からなんかティッシュの空き箱に口に顔突っ込んで喋ってる可能性もあるしな。だお風呂ですって。ほんとなんかだって水の音がしないんだよね、ジャボジャボっていう。嘘、聞こえないですか。あすげえ、聞こえた。カエルが湖に飛び込むみたいな音聞こえた。今パタパタしました。すごい。あ、これはすごいですね。なんかなんかね、なんだろう、別に一切見えないし、うん、言ったら声がね反響するだけだけど、ちょっと待って、これなかなか聞かないよね、お風呂からは。1位になっちゃうんじゃないよ、ピカチュウマジで抜くぞこれ。よっしゃ、ラジオネームカンパチ太郎。中田、はい、シャワーの音聞かせて。ちょっと待ってくださいね。すげえな。聞こえた聞こえた。おそらく椅子に当たってる音だったな。シャワーの出したところが椅子に当たってなかった。今え、何ですか。シャワー出した水が。水はあのなんかあのなんていうんですかね、この板に当てました。ああ、板ね。はい、今のでこうお前の本当のこういう気持ち悪いファンたちはシャワーのヘッドを特定するからな。特定したところで下の音がすぐ特定する。ただ売れるだけだよ、ちょっとシャワーヘッドが急に。うわ、すごい、すごいな、臨場感あるね。臨場感ある。なんかちょっとせっかくだからさ、うん、
なんかまあこっちの放送気にせずなんか鼻歌ちょっと歌ったりできるお風呂で。抜け目ないな。抜け目がない。こんな感じですか。うわーすごい。マジかよ。これ革命起きてるぞ今。いやそうだね、ラジオ革命だよ。なんかしたいじゃないですか。うわお前サービス精神がやっぱすごいな。ラジオネーム三中三高、中田家風呂あっていいな。俺も風呂入りてそっちの目線じゃねえんだよ。それで騒いでねえんだよ俺らは。風呂あるんだ。そのスペシャルじゃないよ。すごい。えいつぐらいから入ってんの。あ、でも、あの、聞き始め9時くらい入ってます。あ、でも半身浴みたいな感じで。そうです。私結構、最近毎日2時間くらい、2時間、3時間使ってて、暇で。はい、あ、暇でね。普段はそんな入って何してんの。いつもネットフリックスとかですかね。あ、見ながらね。そっか、うん。そういうのやってんのか。そっか、そっか。はぁ、あ。緊張しちゃうな。そうそう。あ、ほんとほんと。やばい、マイケル・ジョーダン見ながら入ってんの。あ、それはまだ見てないです。まだ見てない。今ナルコス見てます。あ、ナルコス見てんだ今。はい、ナルコス面白いね。面白いですね。マイケル・ジョーダンは大好きなエア・ジョーダンの話も出てくるからね。そうですね、次見ようと思ってて。そう、ナルコスめっちゃ長くて全然終わんないんですよ。まあもう面白いからね。普通になんか喋ってるみたいなの。逆にお風呂に入ってる、なんか電話して、本当に電話なんだけど個人で電話してるみたい。うん、いい笑い方すんな。なんか全部新鮮に聞こえるわ。おお、反響のせいで。電話かけてもいい。プルルルで。ああ、なるほど。はい、もしもし、かな。いえ、うん、今お風呂入ってんだけど大丈夫。あ、だから声ボワボワしてんの。ん、だから声ボワボワしてんの。そうなの。じゃあ今行ったらまだ入ってんでしょ。あ、でも出るよ全然。え、一緒に入る。んお前だって俺、いやでも10分15分かかるよ。あ、そっか、じゃあ出てるわ。うん、怒った、はい、アイス食べたい人。何。アイス食べたい人。あー食べたい。何買ってく。どうしようかな。明治エステルスーパーカップは。急に CM っぽくない。冷めたよ。なんなんお前。なんなんなん、なんか乃木坂やめんの。それかやり続けるって決めたの。どっちか。なんか覚悟を感じる。最近それ放送されたから2月ぐらいに記録したやつがやめる予定でしたって。すごいね。何も言わないからいいんだよ。いや、もう別に、ね。まあまあ、ラジオなんだ。ラジオにもニンニク入れますか。あ、あの、中田香菜ちゃんってどこから洗うと思いますか。思いますか。俺らに聞いてんの。直接聞けねえの。俺ら経由しねえと聞けねえんだ。さすがに、ショックがでかかった。って言ってるから。中田。うん。もう体洗ってないし、またてかこんなんいいのかな、こんなん。ちょっと怖がってきた。え、一番は、一番はって何。え、どこから洗うですかね。うん、一番は顔。あ、そっか、そっか、メイクから化粧落としたりとか。うん、なんかあの冷水で洗いたくて顔。へ、あの女子特有のあの円を描くようにクシュクシュってやつね。くるくる、うん、優しく、はい、そっか。でも最近メイクもあんましてないんじゃない、外出る機会もない。全然してないですね。そっか、調子いいんじゃない。じゃあめっちゃ、いやでもなんかわかんない、あんま変わらないかも。そもそも、そんなだってこう荒れない方だと、ね、うん、そうだね、もともとそんなに濃くはないか。うん、うん、でもなんか汗かいてないから運動とかもしてないからやばいなと思って半身浴してるんですよ最近。ああ、あのターンオーバーというか、あ、代謝みたいな。汗を流したくて。あ、ターンオーバーってんだ、そういうの。代謝？新陳代謝？そうですね。あの肌がなんか老廃物溜まりそうじゃないですか。
ごいね。すげえな。普通にさらっと流したけど、風呂でナルコス見てんだ。風呂でナルコス見てます。結構なメキシコの話よ、だって。結構なドンパチよ。ラジオネーム、裸足でロファ。先ほどの音からシャワーヘッド特定しました。ユーミス。ユーミスのシャワーヘッドですね。僕も真似します。わかんないよ。いや、みんな。ラジオネーム、ラリン一家のあっちゃん。こちら特定班です。お湯の温度42度ですね。あ、残念。いや、半身浴そんな熱くないんじゃね。そう、半身浴だからちょっと緩いんですよ。こっち、うちの名探偵ピカチュウたちが推理し始めた。ラジオネーム、サハラサザンか。ほうほう、いいシャワーヘッド使ってるね。はい、ポチりました。言わねえの怖えな。みんな大体わかってるよ、本当。ラジオネーム、飛んで9メートル。小生しばらく風呂に入ってないのである。よければ一緒に入れさせていただけないだろうか。一回上がってからね。小生と普通に入るからな。ただはぁーっつって、ただ普通に入るから。ラジオネーム、ペーロ&ビーム。中田さん、お風呂のお湯は何日間使いますか。常識じゃねえんだよ、お前のが。なんで数日だと思ってんね。びっくりした。今そんなこうシステムあんのかと思って。いや、すごいわ、すごい放送。お風呂に、うん、洗濯にも使わないし別に。ああ、使う人もいるよね。うん、買えない、買えちゃう。うん、のぼせたりしない？なんか水とかで置いてあんの？あ、水置いてあります。うーん、あ、飲みながらね。うん、汗かきながらだもんね。そっか、でもラジオ聞くのにとかちょうどいいのか。お風呂とか2時間ぐらいで。そうか、あー、そうか、いいな。毎日これでいいんだけどな、6月から。もし落ち着いて中田がこれやっても、みんなでお風呂から放送する。俺らも一緒に。みんなでお風呂で聞くっていうのもいいですよね。いいね。そうだね。でも暑いな、6月とか。いや、そこの問題じゃねえよ別に。でも暑いだろうなじゃねえよ。そこじゃねえ。ラジオネーム、大井北海道検定。半身浴すると手の皮がふやけちゃうんですけど、ふやけないコツとかありますか。そんなこと聞かない。なんでね。なんかふやけないの？手使ってない、私。あ、そっか、下半身だもんね、入ってるのは基本、半身浴は。うん、そうか。ラジオネーム、ギンギンしてんじゃねえよ。中田さんの家の湯船特定しました。イナックス。明日から風呂を改築します。何個かだろう、風呂桶は。何個かだよ。ラジオネーム、ペーロ&ビーム。中田さん、うん、あ、深い意味はないのですが、うん、給油機器のボタンを一つだけ押してもらえませんか。いや、これは本当に分かっちゃう。これは分かっちゃうからやめよう。あの、音声出るタイプのね。ピンピンとかでも分かっちゃうから、開けてる、開けるだけでも多分。42度に設定いたしましたとかさ。うん、今それ。こいつずるいわ。おい、中田のファンだろ、これ、完全に。ペーロ&ビームは。これ危ないね。やめとこう、じゃあ。これは分かっちゃう。草に紛れて本当のやつを送ってきたもん。うん、確かに。危なかったね。特定されたら怖いですもんね。え、もうなんか、飽きそうな、あの、シャンプーのボトルとかないの？そのスカスカ音でも多分特定班はすぐ特定できるよ。飽きそうなん？うん。あの、最後、あの、もう、残り少ない。プッシュがもうカスカスになってるやつ。あ、いや、シャンプーがプッシュじゃないんですよね。え？それでもう特定しちゃうから、もう終わってるよ、もう。でもいいよ、別にシャンプーとか。アイドルとかみんな私の使ってるシャンプーこれですって言うじゃん。終わっちゃうよ、お前。いいよ、確かにな。ファンが全員お前と同じ風呂の環境になるよ。みんないい匂いさせて。
やだ。公開再開したらみんないい匂いだよ、ツヤツヤして。でも今そんな特別なの使ってない。普通に市販のやつ。なんかモロッコかなんかで、あ、なんかなんだっけ、なんか言ってなかったっけ、なんか。でもなんか変わっ、今変わっちゃって元に戻しちゃったんで、昔使ってた。ああ、はいはいはい。ああ、すげえな。そろっち行く気になんねえな、これもう。本当だね。うん。これちょっとね、10年後の中田から手紙が届きました。どうでもいいもんな、もう。散歩行くな行くなってなるしね。行くなってなるわ。送ったやつも行かなくていいやってなるしね。このまま喋りたいもんな。うん。すごいわ、ほんと。さっき、さっき鼻歌歌ってもらったけど、普段普通に歌う鼻歌みたいなんの？鼻歌じゃなくてガチ歌歌います。え？ガチで。歌を歌います。歌を歌うの？どんな歌を歌ってるのかな。なんだろう、最近のマイブームは、あの寂しい熱帯魚。おお、寂しい熱帯魚。ウィンク？はい。あ、デンデンさんじゃない方ね。冷たい方じゃないのね。ちょっとファンを聞きたいと思う。ちょっと一節ぐらいいい？ハロウェイ。いいね。ハロウェイ。あなたは来ない、私の思いをどこにしないでって感じ。母ちゃん怒るだろ、うるさい。何時だろうって。いいなぁ。でも何も言われない。あ、そう、ラジオネームタ、入浴剤特定しました。バスクリンの森の香りですね。あ、違う違うか。あの今日の入浴剤は、あの IKKO さんにいただいたやつ。これは入手困難ね、なかなか。お手紙添えてね。そうなんです、いただけるやつね。ラジオの別れ際はちょっと向きになる中田さん。洗面所の足拭きマットは何日おきに洗濯しますか？あの珪藻土マットです。ああ、硬い方だ。残念でした。はい、選択してないです。じゃあ天気予報パッと読んじゃおうかね、はい。関東甲信地方明日のお天気、明日の関東甲信地方は湿った東寄りの風の影響を受けるでしょう。関東南部は午前を中心に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。山梨は晴れたり曇ったりで、場所によっては雨が降るでしょう。明日午前の降水確率、東京 50%、 山梨中西部 20%、 東部富士五湖 40%。 明日午後の降水確率、東京 30%、 山梨中西部 20%、 東部富士五湖 30%。 明日朝の予想最低気温、東京15度、甲府15度、河口湖10度となっています。最高気温、東京20度、甲府25度、河口湖18度となっています。いや、はい、お待たせ。はい。ちょっとラジオネームモンブラン、すいません、一生に一度のお願いをここで使います。濡れたタオルを肌に打ちつけてください。何でもします。何それ。パーンってやつね、うん、銭湯のおじさんのやつ。いける？自分にやるんじゃなくて人にやるってことですか？違う違う違う、自分でさ、背中パーンってやったりするんだよ、おじさんが。タオルは持ってないもんね。あー、なんだ、あの乾いたタオルしかないな。なんだよ、乾いたタオル。すごい、中田かな、すごいわ。やばない、ないか、ないか、うん、これ濡らしたらちょっと手つけなくなっちゃう。そっか、それ大事にしないと、ね。ラジオネームロア、感動しました、今日はぐっすり眠れそうです。ラジオネームシャバシャバのカレー、おい中田、お前のせいで今日のラジオの前半全く覚えてねえよ。道路交通情報センターとかどうでもよかった。やった、道路交通情報センターに待ちそうだったのに。いや、持ってった持ってった。俺ら結局なんかね、ごめんなさいを想像してたから、みんな、うん、お部屋からでーすだったからね。うん、すごいな。何も言われなかったからいいと思います。ラジオネーム覚醒しゃぶしゃぶ、中田さん、浴槽をキュッキュッってこすってください。あ、ビギン、音なんない、あ、なんない。はい、浴槽はもう完璧に特定で鳴らない。浴槽スペース、音が鳴らないでもバーッ。入浴剤があるからか。あ、そうか。ああ。
マットタイプとか。あーあーすごい。カルガモみたいなやつ。すごいな。いやこれでも普通にお届けした時にファンが物足りなくなるのが心配だよ。そうだわ、本当強化すごすぎたわ、中田マジで。でこれファンはこれ当たり前じゃねえからな。ああ本当だ、本当マジで毎日これだと思わない。そうよ、こういう期間だからこそできたことだし、ね、あ、じゃあもう中田終わっちゃうからちょっと皆さんにお別れのご挨拶お願いします。今日も聞いてくれてありがとう、みんなチャプチャプ。